宮城アングラーズビレッジ、ね、名物の一つはこのナイター、ナイターね、トラウトシーズンも、まだまだ、続行して、やっております。アングラーズビレッジのナイター、この照明、ね、LED 照明、こちらをね、設置しておりますので、夜でもこんなに明るく、はい、ライトもいらないぐらい明るく釣りを楽しんでいただけております。さあ、今日来てる人たちにですね、まあ、ナイターのいいところ、ちょっと聞いてみたいと思います。宮城アングラーズビレッジ、ナイターのいいところ、何個か教えてください。まず、この時期に9時までやってることで、時間の話になっちゃうんですけど、はい、自分はすごい助かっております。会社帰りでもちょろっとできるっていう、はい、ちょろっと寄れて、はい、どこでも割と釣れるような感じがします。なんか、普段やっぱりクランクとかすごい昼間は使うんですけど、スプーンの方がやっぱり、はい、かかる率高いかと思います。はい、やっぱ仕事終わりに、平日から釣りができるところで、あ、やっぱスプーンとかでもガンガン食ってくるんで、なんか釣りにはないパターンが楽しめると、そうですね、ありがとうございます、はい、仕事帰りに来れるっていうのもあるんですけど、昼間より人が少ないので、ストレスがない、はいはい、いいですね、はい、夜にしか釣れない釣り方が勉強できるので、あとスタッフさんとおしゃべりもゆっくりできるので、いろいろ教われていいチャンスになると思います、ありがとうございます、はい、すいません、魚影が濃いそれ昼間も一緒ですよ。昼間とはまた違うルアーを使って楽しめるっていうのが、クロスプーンとか今使って、はい、やっぱりあと人がいない、ああ、やっぱそのストレス的な問題もあるよね、それが一番いいから、はい、ナイターに来るっていう、ありがとうございます、はい、いやでもナイター好きな人はね、もうこのナイターのこの、なんだろう、静かなのと、そう、あとこのちょうどいい暗さがこう隣の人の干渉を気にしなくなるっていうかね、自分の世界に入れるみたいなね、お、言ってるそばからヒットしております。ちなみにヒットルアーは何だったんですか。ノアの 1.4、 ノア 1.4 の黒ラメ、黒のラメ入り、あ、はい、ラメ入りで中層から下です、ね、こっちも釣れてる、ナイス。ヒットルアーは、ヒットルアーはスイッチバックの黒に赤ラメが入ってる、黒赤ラメのスイッチバック、はい、はい、1.5g のやつだ。ナイター楽しめてる、はい、今日何匹ぐらい釣ったの。50匹ぐらい、そんなに釣ったの、はい、あらららら、ら、もう宮城来たかいあったね、はい、はい、ナイターばっかり来てくれてますけども、はい、ナイターを選ぶ理由なんかありますかね。人が少ないからかな、あ、やっぱり人少なめで釣りやすいかな、釣りやすい、うん、はい、まあ、時間帯が自分に合うから、スプーンで釣れるからね、あ、当たりが多いし、ナイターを選ぶ理由なんだろうね、釣れるから、釣れるからありがとうございます。まあでもいい感じに釣れてますよね。はい、楽しんでもらえてます。ナイターをおすすめする理由みたいな。空いてる、釣りやすい。あんま迷わなくて済むじゃないですか。うん。最悪グローと黒系をなる。まあグローと黒があればどうにかなるっていうのがね。向こうで、向こうで釣れたよ。何か釣れた？お、ロック出ました。ナイターで、やった。ヒットルアーはさっきのまま？さっきのままです。先ほどゲストハウスで購入していただいた、はい、スイッチバック 1.5g の黒赤ラメですね。いやー、おめでとうございます。はい、そんな感じで、夜のナイター、まずね、はい、夜でも、快適に釣りができる、空間、そして何よりも釣れる、スプーンでのパターンが絞りやすい、ね、そんな話が多く出ておりました。ナイター、すごくよく釣れております。当たり方もね、夜の方が全然良かったよという方も、いらっしゃいました。そんな感じで、夜のナイターおすすめでございます。ではでは、バイバイ。